スをしてる。悪い子ですね。ベースのみんな悪い子ですね。はい、面白いですね。他のバンドもありますし、ただ多分他のバンド、皆さん多分制限時間あるんで、最後まで終わってから買いに来るとない場合もあるんで、まあもしも興味あったら終わった後とかやっていて、あ、ありがとうございます。早速カモがありがとうございます。ありがたい。最低な。すごいありがたいですね。私が喋った回があったって思うんですけど、私たち自体はここに来るのは3年ぶりぐらいでしょうか。そうですかね。そうですね。そうですよね。もっとですか？もっと経ってます。いや、多分それぐらいだと思う。クルトリックリスト出会ったのもここだし。いいライブしてましたね。お互いちゃんと私が上げた動画がもうものすごい再生数で、自分たちのミュージックビデオよりここで対バンした時に村越くんが撮ってあげたクリトリックリスの動画の方が全然再生回数いってるんで、好きすぎてもう僕歌詞全部書き起こしてコメント欄に。もうすごい、よかったら見てください。バンドマンの女クリトリックリスで多分今ね抜かれ、公式に抜かれましたけど多分2位か3位に私のがありますので、はい、名作だと思います。何の思い出。あとはまあ、今日も初めての方も多分10人ぐらいはいらっしゃるかと思うんで、いいライブできたらいいと思います。皆さんも行ったり来たりしてるんですか？結構行ったり来たりしてます。あんまりしてない。あ、そっか。ちょっとね、あともう半分くらい過ぎちゃってるので、じゃあやろうか。そろそろ時間かな。ちょっと待って、時間をねオンでして、こうベーシスが押してるならなおさらこっちも押しちゃうとどんどんリトルニームが遅くなっていっちゃうの で、 オンでこっちはオンにしつつみんな行き来してもらって、このアリノスフェスという入り組んだこのフェスを楽しんでもらえればと思います。千葉から来ましたトイトイトイです。よろしくお願いします。しません。犬猫戦う恋人友達、助けてくれるかな。助けてくれる。ありがとう。たった今じゃあ乗るわ。幸せになれ。一生懸命絡まってたケーブルバンバンさばいてたんですけど、結局ケーブル広がり降りてきた時に結局ぐちゃぐちゃでした。違うの、もともとさすごい絡まってたね、ギターと ボーカルと。なるほど。だから切り離せなかった。よかった、しおめさんがね来たんだけど諦めた様子すごいよかった。諦めたよね一回ね。え、だってぐちゃぐちゃなんだもん。
2、3分頑張ってたけど、喋ってたけど、諦めた。ずっと俺が送ってたの。いつも見たらやってくれるお客さんいるときはさ、まあ任しとけばいいやつって、それも楽しみだと思ってるんだけど、今日いなかったし。そうだね、みんなね、本当に私の動向を気にしてくれてたから、あの、さばくとかね、さばかないとか、今日はやったらずな客だったな。おいおいそうか、でも一人サムちゃんはね、一人じゃん。本当にでもありがたいなと思いました、今日、あの、椅子を持ってくれて嬉しい、ね、最初に絡まっちゃったわね、ほどけなかった、ね、大変だった今日は、でも楽しかったです。うん、どうしよう、外してやろうかな、次から。こんなに次だって1週間後でしょ。本当にこんなに大変だったのか。木曜日にどういう診断が出るかによるんだよな。もっと固定になっちゃうかもしれないし、超絶ギブスになっちゃうかもしれないし。右手も折るか。いや、水飲んでる時マジですごかった。見えてた、水飲んでる時上がってっちゃうんだよ、勝手に。左手がね、妹子どうしようって普通に私妹子に言っちゃったからね。妹子がね、助けに来てこよう、これ来ようとしてたんだけど。やっていい、ヒエの真似していい。いや、なんだっけ、ヒエじゃねえ、明日がだ。沈まれ沈まれ、マジで本当に言うこと聞かない、本当に言うこと聞かない。全部のバランスが崩れんだな。いや本当に私そんなことになると思わなかったもん。すごい怖いだろうな、巨神兵みたいな動きしてた。今日はいい日でしたね。3日連続晴天でした。暑かった。ゴーストノート、あのバンドは死んだけど、は僕の中で死んでないし。やるか、やりますよ。やるか、やりますよ。お前何パートなんだよ。俺、え、そうだよ。この曲誰だっけ、なんか気になる曲が流れてる。私たちの前に流れてた女の子のボーカルの曲をしてた。あ、そう、ね、そう、それすごい良かったですね。出てる人、出てる人なんだとしたら相当、あの、クオリティがすげえ高いなと思って、あの、レコーディングの、うん、曲もすごい良かったけど、うん、聞いてみよう、あ、撮ってるの。いつ飲みに行きましょうか。リトルニンまで飲みませんか。あと1時間な。1時間1杯飲みましょうよ。じゃあ1杯で。1杯飲みましょう。あれはもういいんだよ、もうやんなくていいんだよ。準備していいんだよ。うん。そうだよ。そうだよ。
彼カメラ超うまい。リトルネームのドラムね。本当に全部見てるんだよ、ちゃんと。すごいな。すごいね。宮崎夏樹かリトルネームかぐらいだね。金子には金子に怒られなかった、うん、時間ぴったりで終わったことが嬉しくて、もうどうだっていいって乾杯はい、はい、あああ中学生なんですよ。中学生のキスしたの。すごい見たい。中学生のキスしたの。顔もね。黙ってろ。